ニコライ・ニコライエビチムラビオフ・アムール白爵から1881年11月30日は、ロシア帝国の政治家、外交官、軍人。1847年とシベリア総督に就任後、ロシアの極東政策に深く関わり、1858年の愛軍条約によるロシア領土の大幅な拡大を成し遂げた人物である。また、日本と交渉し、 カラフトの国境線を確定させた。なお、アムールスキーは、アムールのという意味のあだ名である。1809年8月11日、サンクトペテルブルクに生まれる。1827年陸軍中央幼年学校を卒業する。1828年から1829年にかけて、ロト戦争に従軍し、バルナ方位 W、ブー,シージオブバルナに参加している。 その後1831年ポーランドで起きた11月放棄鎮圧にも参加したが、健康を害し1833年に予備役に編入された。しばらく父親の財産を管理していたが、1838年、再び軍に復帰し、カフカスに赴任した。当時、カフカスでは、ロシアとカフカスの山岳民族の間で、カフカーズ戦争が続いていたが、ムラビオフは、 この戦争で戦勝を負った。1840年国会沿岸警備を命ぜられる。この時期、北西カフカスのウブイフびとを鎮圧している。1841年陸軍少将となるが、病気を理由に軍を退役した。退役後、内務省に移り、トゥーラ県知事に就任する。県知事としては、県の状況改善に熱心で、農村社会の構成を確立しようとした。 ムラビヨフは、個人的には、濃度解放を主張する自由主義的な政治思想に、共鳴していた。ムラビヨフは、皇帝ニコライ一世に対して、濃度制廃止を主張する移転具心を行った、最初の知事の一人である。請願書を渡された皇帝はこれに無反応だったが、この時、以来皇帝は、ムラビヨフのことを、リベラル、民主主義者と呼ぶようになった。 1847年にエニセー県知事県東、シベリア総督に任命される。東シベリア総督職は皇帝が直接任命する職であり、シベリアの東半分からアラスカにまでまたがる、広範囲の地域を管轄していた。この時、ムラビヨフは38歳であったため、このような年齢の人物を総督に任命することに、対して賛否の声が巻き起こった。 ムラビヨフの総督としての最初の行動は役人による公金の横領をやめさせることだった。彼はまた、シベリアや極東の先住民が学校でロシア語を習うよう命令した。彼は、シベリアに流された政治的亡命者たちも利用しながら、アムール川北部地域への探検や植民も推進した。ムラビヨフのもとには、こうしたロシア帝国の不満分子や流刑者などが集まり、 政府の警戒も招くことになる。彼の行動のほとんどは極東での小取引を拡大させることを目的としていた。宗教を地元先住民の管理のための強力な手段と見た。彼はキリスト教制度の新築を支援したほか、シャーマニズムや仏教など地元の宗教に対しても支援を行った。1689年の清とのネルチンスク条約でロシアは アムール川の航行権を失っていた。しかし、新国はアムール川最下流の川口部の航行権については主張していなかった。アムール、川口部を狙うムラビオフに対し、1848年革命の余波が残るヨーロッパ情勢に暴殺されていた首都、サンクトペテルブルクの外交官僚たちは中路関係まで悪化することを恐れて強く抵抗した。にもかかわらず、 ムラビヨフはキ氏シに対してアムールへの権利を主張するなど攻撃的な政策を取ることに固執した。ムラビヨフは海軍軍人ゲンナジーネエベリスコイによるアムール川流域やサハリンへの探検をロシア政府に認可させた。1850年から1853年にかけてムラビヨフはいくつかの探検隊をアムール川川口およびサハリンに対して送り、 ニコライフスクをはじめとするロシアの前哨がこれらの地に設立された。これは政府内で議論を呼び、前哨の放棄やムラビオフ解任も取り沙汰されたが、ムラビオフの皇帝に対する請願によって、前哨設置は一転して認可され、ムラビオフも地位を守った。1853年12月31日、皇帝ニコライ一世はムラビオフに、 アムール川沿いに国境を確立することを申告と交渉する権利及びアムール河口に派兵する権利を与えた。1854年から1858年にかけてムラビオフはゲンナジーネベリスコイのアムール川探検を講演してこの目的を達成しようとした。1854年5月最初の探検が行われた。アムール上流のロシア領アル軍川から 上機船に引き入られた77隻の橋ケや、イカダによる船体がアムールを加工に向けて出発した。船体の一部はそのままオホーツク海を渡って、カムチャツカ半島のアバチャ湾へと送られた。クリミア戦争の余波により、太平洋側のアバチャ湾でも、英仏連合軍による攻撃が迫っており、砲兵隊が半島を守るため設置されていた。ムラビヨフによる補給により、 これらの砲兵隊は、ペトルパブロフスクを英仏軍の攻撃から守るのに大きな役割を果たした。1855年の探検隊は、最初のロシア人植民者をアムール川川口に送った。ムラビオフはこの頃、英仏に対抗するアメリカ合衆国の支援を引き入れ、新国との交渉を開始した。 ニコライ・ムラビオフ・アムールの肖像画日本との就航を成し遂げたフィム・プチャーチンは1857年に同じく、キヨシとの全権委員に任命されたが、これは、ムラビオフの反発を招き、彼はもう少しのところで、総督職を辞するところであったが皇帝に遺留された。彼は引き続き、キヨシとのコーナーに合わせた交渉に臨んだ。1858年の最後の探検では、ムラビオフは、 全権委員として、太平天国の乱やアロー戦争で疲弊した清との間に愛軍条約を締結し、アムール川砂岩を手に入れた。新国の全権委員で、国竜港将軍、駅さんをはじめとする真の役人たちは当初、アムール川にどのような種類の境界線も設置することを拒み、これらの地域がロシアと清の事実上の共同管理の、 元にある現状を追認し維持しようとした。しかし、ムラビオフは、真の役人たちに対し、ロシアの意図は中国を助け、イギリスの侵略を防ぐことにあり、平和的で建設的なものであると解きつつ武力による威嚇も行い、ついに説得することに成功した。愛軍条約は、アムール川を清しとロシアの国境であるとし、ロシアにアムールを通じた太平洋へのアクセスを保証した。 この結果、ムラビオフはアムールスキー伯爵の称号を得た。条約調印を祝って、北京での大々的なイルミネーションやシベリアの諸都市での祭典が行われた。ロシアの得た新領土は満州の内アムール砂岩の一帯で、プリアムーリエおよび現在のハバロフスク地方の大部分を含むものだった。1860年の北京条約によって、愛軍条約は確認された上、 さらに多くの領土がロシア領として認められた。一方で、サハリンに関して、早くからこの地への入植や交易を進めていた日本との衝突が予想された。1859年8月18日、ムラビオフ・アムールは、自らコルベット、アメリカをはじめとする軍艦7隻を率いて、日本に来航、エドアンの品川に停泊した。彼は、 軍事力による威嚇を背景に、サハリン全土は、ロシア領と主張したが、1859年7月26日、虎ノ門天徳寺における、会談の席上、江戸幕府は、外国事務係遠藤だねと、堺井忠正を通して、これを完全に知りけている。またこの航海で後に、沿海州となる、日本海沿岸の調査が行われ、ナホトカ湾などの港湾敵地が発見された。 東シベリアの総督として、ムラビオフ・アムールは、アムール川沿岸への植民を進めようとした。これらの試みは、自発的に、アムール川流域に移住しようとする人が少なかった、ためほとんどが失敗に終わった。ムラビオフは、アムール流域の人口を増やすため、バイカル湖東部のコサックの軍管区からいくつかの部隊を、移さざるを得なかった。また、アムール川の蒸気船運送を組織化して、 郵便航路を作ろうという試みも失敗に終わっている。アムールサガンのダッシュに対する首都ペテルブルクの官僚たちによる反対理由の主なものは、新領土を守る住民も兵士も不足しているということだった。このため、村ビオフ・アムールは、ネルチンスクの農民に課せられていた鉱山労働を免除するという請願を行い、認められた。 これら自由になったネルチンスク農民とバイカルから来たコサックを合わせ1 2千人のアムールコサックが編成され各地に入植した。こうしてアムールサガンの防衛の核はコサックとなった。ムラビヨフアムールは東、シベリアを2つの地区に分割する提案を行ったが拒否され1861年に総督職を辞した。ムラビヨフの周囲に集まる 政治犯らが英米などと組んで、シベリアでの放棄や独立を行いかねないこと、村ビオフ自身もこうした、政治犯や米国人などに親しい自由主義者であることも、彼が遺留されなかった原因にある。彼は国家評議会の委員となった。1868年、彼はパリに移住し、時事サンクトペテルブルクでの国家評議会に出席する以外は、 1881年に死去するまでパリで暮らした。彼を記念した地名は各地に残っている。ピョートル大帝湾にはムラビオフアムール半島と名付けられた半島があり、先端にウラジオストクが位置する。1992年、ムラビオフアムールの遺体はパリからウラジオストクに移され、市内の中心地に再埋葬された。また1891年、 ムラビオフ・アムールスキーのブロンズ像が、ハバロフスク近くのアムール川の崖に面して建てられた。1929年にこの像は撤去され、霊人像に変えられたが、1989年には霊人像は撤去され、1993年、ムラビオフ・アムールスキーの像が再建された。アムール川を渡るハバロフスク橋を望む、このブロンズ像は、2006年7月31日、 ロシア連邦中央銀行が発行した最高額紙幣の5000ルーブルサズに印刷されている。ハバルフスクの中心にある観光客で賑わう目抜き通りはソビエト連邦の崩壊後、カールマルクス通りから村ビオフアムールスキー通りと解明されている。ありがとうございます。